横浜シーサイドライン、金沢シーサイドライン。金沢シーサイドラインは、神奈川県横浜市磯北区の新杉田駅と、同市金沢区の金沢八景駅を結ぶ、第3セクター、横浜シーサイドライン、旧、横浜新都市交通が運営す、るエイジティ路線である。全線が、起動法に基づく、起動、案内機常識となっている。都市計画法に基づく、 都市高速鉄道としての名称は、横浜国際高と建設計画都市高速鉄道、第3号金沢シーサイドライン。都市計画道路としての名称は、横浜国際高と建設計画道路9.71号、金沢シーサイドラインである。全区間にて、全国総合利用 IC カード、パスも、スイカ、キーとか、マナコとか、ピタッパ、アイコか、ニモか早川県、守護ゴかが、 利用可能である。2017年3月までは交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応しておらず使用できる IC カードはパスもスイカのみであった。JR 根岸線の新杉田駅と京急本線の金沢八景駅を結んでいる。1973年昭和48年の横浜市総合計画1981年。 昭和56年の横浜21世紀プランの中で、金沢区埋め立て地の工業団地開発に従う交通需要に対処するために建設することになり、1983年、昭和58年当時の建設省、運輸省の指導による新交通システムの標準化とその基本仕様に沿った1号となった路線である。車両に関しては当初、日立製作所と 東急車両製造が共同で開発したパラトランをベースの車両を導入する方針であったがコストの引き下げを目的に標準仕様に変更された。路線建設にあたって横浜新都市交通はコンペ方式により担当会社を決定。三菱重工業、東急車両製造、新潟鉄工所の共同体と日本車両が車両製造を新潟鉄工所。 神戸製工所が電気、保安設備の作りを担当をすることとなった。1984年、昭和59年11月15日、一足早く工事志向の認可を受けた、並木中央駅、福浦駅間約 2.3km より工事を開始、1987年、昭和62年の開業を目指していた。しかし、 野島公園駅金沢八景駅間の平方湾の横断、野島運河の埋め立て、金沢八景駅の京急本線の接続に、地元団体や金沢八景駅前の地主が反発。さらに金沢八景駅の商店街から並行しての駅前再開発の要請を受け、横浜市側が再開発プランを練ることになったこと、常実の接続計画により、 地主からの用地買収が厳しくなったことが原因で、1985年、昭和60年3月1日に、当時の横浜市長で、横浜新都市交通の社長であった、西郷同一は2年遅れの開業を表明した。それでも金沢八景駅周辺の用地買収が一向に進まず、金沢八景駅は仮駅を設置することで、早期開業を目指し、1989年、 平成元年7月5日に暫定的に開業した。総事業費は650億円。シンボルカラーとして、海と空のブルーと明るく健康的な都市を象徴する、イエローオレンジを全体的に配している。沿線にある団地住民や工場通勤客の足となっているほか、横浜、八景島シーパラダイスや海の公園などへの観光路線としても活用されている。 開業当初から15年以上にわたって乗客数が伸び悩んでいるため会社の経営に苦しんでいたが経営改善やダイヤの見直しなどにより2002年平成14年度第20期平成15年3月期以降単年度黒字を計上している第30期平成24年3月期現在営業制度としては開業から しばらくの間全線220円均一の運賃制度にしていたことや、回数券の有効期間を当時の横浜市営地下鉄や関西地区の民鉄と同様に購入した日の属する月の翌月から帰算て、第3月の末日までとする仕組みなど、意欲的な制度を多く採用していたものの、現在では比較的近隣事業者と横並びの制度が目立つようになった。2012年。 平成24年には、開業以来、22年間連続10期にわたり、運転無事故を継続していたため、関東運輸局長より無事故表彰を受けた。営業路線長が、計画路線長より短いのは常日の通り、京浜急行の金沢八景駅に乗り入れできていない、分である。現在も、同駅の仮駅と、本駅の間が未開業である。2008年、 平成20年度に遅れていた金沢八景駅、東地区都地区各整理事業が認可され、本駅までの延伸のめどがついた。2010年度に都市計画等の変更手続き、終点位置変更を行い、2015年、平成27年度に京急駅舎付近までの延伸に着工した。事業完了は2019年度の完成見込み。 新杉田駅金沢八景駅間の列車のほか、朝と夜に車両基地もよりの並木中央駅発着列車がある。毎年大晦日から元日にかけては、横浜、八景島シーパラダイスへの観光客や、商業寺への初戻り客の輸送ため、終夜運転を行う。2011年度は23時から1時30分まで10分、間隔運転。 1>, 1時30分から5時まで30分間架空運転。また、ゴールデンウィーク期間中は特別ダイヤが適用され、本数が増える。車内信号閉塞方式の自動列車制御装置 ATC と自動列車運転装置 ATO による無人運転を行っており、運転手と車掌は乗務していない。開業当初は運転手が乗務するワンマン運転が行われており、 車両前面、運転台付近にワンマンの表示と鉄腕アトムのキャラクターステッカーが貼られていた。また、開業告知のポスターでは鉄腕アトムのシーサイドラインなどと記されていた。その後、1992年、平成4年より一部列車において自動運転が開始され、1994年、平成6年から訓練車、試運転車を除く全列車が 無人運転となっている。以下の車両が使用されている2014年5月24日現在。車両は、東急車両製造、及びその事業を継承した総合車両製作所制が多い。車両番号の付与方法は、1000の位で2 0 0 0系なら、2 0 0 0系なら、1を100並び20の位で、製造順を第1編成であれば、01、 一の位で編成内における連結順を示すという横浜市営地下鉄の各形式に順じた方式が採用されている。公式ホームページ解説後、シーサイドラインは全席優先席とする見解を明らかにしており、同時に携帯電話の電源を切る要利用者に対し告知していた。これとは別の動きとして横浜市営地下鉄が全席優先席制度を 大々的に PR するにあたり全国唯一とする公式発表を行ったもののシーサイドラインの全席優先席の取り組みを無視しているとの指摘あったことに関する行政当局の意向や利用者の反対意見も数多く寄せられていたことから2008年平成20年4月1日より2号車と4号車を優先車両とする設定が行われたので全席優先席の取り組みは廃止された この際、これまで設定していなかった号車番号を新たに設定した。また、一部編成の4号車に車椅子専用スペースを設けるなど、バリアフリー化に取り組む姿勢を見せている。その後製造された2000型には、全車両に優先席1.35号車に車椅子スペースが作られている。パスモの導入を契機に、2004年、平成16年頃から、 駅設備の更新が始まり、2005年、平成17年には、自動券売機が、2006年、平成18年には、自動改札機がそれぞれ更新された。エスカレーターは、開業時から全駅に設置されているが、2010年、平成22年までに全駅に、エレベーターが設置され、LED 式の発車表も全駅に整備され、新すぎた、並木中央。 金沢八景には反転式発表があったが、これらも交換された案内サインの更新が行われ、同時に全駅で駅ナンバリングが開始された。2011年平成23年には、線型よりも幅が広くなった2000系導入に従い、車両限界とホーム側建築限界を広げるための工事が行われた。2012年平成24年には ATC CD 1 TD 上設備を行われた。よって、開業以来、長らく、ホームドアの閉まるタイミングが、車両ドアの閉まるのと同時に閉まる仕様であったが、全駅で、車両ドアが閉まった後にホームドアが閉まるようになった。また、FDMA を使用した、列車無線、非常発砲、ATO データ伝送装置への更新も割れた。全駅神奈川県横浜市に所在。 2014年7月1日より接近メロディと発射メロディを導入している。曲は6曲、当初は5曲だったが、2016年4月18日から1曲追加あり、駅ごとに異なっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。